あとでも久保さんがおっしゃってたのが、はい、まあ、その同じ障害を持った人たちが、はい、まあ、スポーツをしたりとかっていうのってすごい難しいと、はい、その窓口をどんどんこう広げていきたいなっていう話もしてらっしゃったんですけれども、はい、そういう取り組みっていうのも今後考えていらっしゃるんですか、ね、あ、そうですね、はい、まずはあのそもそもパラリンピック自体が、うん、あの認知あんまりされてないん で、ね、はい、でまずはそこを、うん、あのパラリンピックっていうのはこういうもので、うん、まあ、こうやって行われているということを、うん、まあ、あの知ってもらうために、まあ、あの学校の方に講演に行かしてもらったり、はい、企業さんにも行かしてもらったりっていうのを、まあ、ちょこちょこはさせていただいてですね、うん、はい、で、まあ、子供をあの学校とかに行く場合は当然その障害っていう面、その人権とかの部分と、うん、まあ、今僕夢を持ってやっていってるんで、こう夢を持つことの大切さみたいなところを、うんうんうん、学校の方でお話しさせてもらったりしてますね、うん、はい、あとクボイス、クボイス、はい、ね、っていうのもやっておられました、はい、そこでもそういう話をこう、そうですね、あのたまに、はい、クボイスは、ラジオトーク、ラジオトークですよね、はい、アプリでありますよね、はい、ポッドキャストで、ポッドキャストで聞けるクボイスで検索していただいて、ぜひ、はい、あ、やっぱりこう障害を持っちゃうとどうしてもそれはネガティブになるというか、そう、なんかネガティブなにもなりますし、ネガティブなイメージがやっぱあるじゃないですか、ありますよね、でもあの見に一回ね、見に来てください、試合、はい、あのほんまにすごいんですよ、うん、全く目が見えない人とかが試合に出てますし、うん、でそれ以外でもね、あの例えば、はい、おトイレ行ったりとか、うんうん、ご飯食べたりとか、うん、普通にやっぱ してるんで、はいはい、僕らの想像をはるかにこう、うん、超えてるんですよ、うんうん、だそれを、まあ、見ることで、あのきっとその障害イコールこうネガティブみたいな部分っていうのは絶対になくなると思います、ね、うん、なるほど、はい、もう僕らが勝手にそういうね、あのフィルターを通しちゃってるっていうところありますもんね、はい、そうん、おそらくだからその柴谷さんも、うん、そうですよね、あの見に行ったりして、見に行った時にやっぱり変わりましたね、うん、えっていう、やっぱレース泳いでる動画とかは上がってたりするんですけど、うん、はい、その裏側というかスタンド席でどうかとかっていうその日常的な部分が見れた時に、うん、えっていう、 こう衝撃、びっくりしたところがたくさんあったのと、でやっぱり話いろいろ聞いてると、生まれつき障害を持ってる人と、やっぱ久保選手みたいに途中から障害をこう残ってしまったとか持ってしまったっていう人とで、またなんか違ってたりしてて、いろいろそういう部分でも、あ、確かに話を聞いてみれば、生まれつきだったらそもそも何ともそのね、うん、そうか、それが普通なわけですね、それが普通、はい、普通って言ったらあれですけど、うん、あのまあ僕らが思うようなね、うん、感じではなくて、うん、思ってんのと全然違う回答が返ってきたりとかね、うん、もうどうしても大変でしょうとか、うん、しんどいでしょうっていう風になっちゃいがちですけど、うん、そういう人たちからしたら別に普通にもうそれはやってるわけで、うん、ね、そう、あ、だからいろんなことでね、うん、見れたこと、聞けたこと、自分がその体験したものが、うん、まあ、全く新しいものやったんで、うん、だからそのね、パラアスリートのね、うん、大会は僕は水泳しか見てないですけど、うん、むちゃくちゃいい経験だったなと思って、これはでもいいですね、あの、まあ、パラリンピックっていうものだけじゃなくって、うん、他にもいろいろ大会あるわけですよね、うん、その、まあ、水泳でも、あります、あります、あります、そういうのももっとこう、あの、知ってほしいですね、こういうのやってるよっていう、見に行くのも基本的には入場料とかいらないんで、うん、まあ、今はねちょっとコロナの関係であるんですけど、まあまあ、はい、基本的にはいらないんで、うんうん、あのぜひ、うん、あの見に行ってもらいたいですし、うんうん、まあ、そういう活動もだからちょっとこれからして、そうですね、はい、八尾市、八尾市で、ね、ぜひ、はい、あのこういう活動してるとか行きますんで、ね、はい、ぜひ、なんか、いや、いいと思います、なんかすごいね、八尾市の、あの
中学校とか全部回って回りたいですね。ぜひぜひもう行かせていただきます。いいですね。はい、ということでお時間早かったですけれども、パラスイマーの久保大樹選手と、はい、柴谷コーチ、はい、本日はどうもご出演ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またちょっと店に行きましょう。いや、本当に、はい、はい、はい、うん、ほんまはね、だからいろいろ聞いたかった他にも嫌いな言葉は何ですか。好きな言葉じゃなくて逆に言葉、はい、言葉っていうのは本当彼好きで。あ、そうなんや。嫌いな言葉は何ですか。嫌いな言葉とかは好きな言葉じゃなくて、ね、逆に、もうなんかやめろみたいな、はあ、もうやめろみたいなとか、死ねとかはあんま使わないです。あの冗談、ね、笑いとかで冗談でも、はい、そんなんや。基本的にネガティブな言葉全体的にあんま好きちゃうね。あ、好きじゃないっていうか、うん、あの使わへんね。うまった。やっぱあのね、基本がこうファッション。お、ファッションが大事。情熱が好き。熱いこうシチュエーションとか、はい、ドラマとかね、うん、人のこの物語とか、うん、この熱さがこう絡んでくる、はい、パッションが絡んでくる言葉やことがもうめっちゃ全部好き。あ、なるほど。情熱ない人あんま好きじゃないですか。なるほどね。やっても無理とか。あ、まあ一緒ですね、だからね。やっても意味ない。やたまに言いますけど、そう、本当にやってもやらな分からへんのに、やってもないのにね、うん、やっても無理とか、無駄食うてへんのに、うん、食わず嫌いみたいな、はいはいはい、うん、あと基本なんかやったらできんちゃうみたいな、そっちの方がちょっと強すぎていけるやろっていう、うん、はい、でもちょっとやってみひんみたいな。あ、誰もやったことがないとかやってへんのにとかなったら、うん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 、誰もはできてへんけどできたらおもろいよな、はい、みたいな、そうワクワク精神のがちょっと勝っちゃうから、うんうんうん、なるほど。でもまあそっちの方が生きてては面白いですよね、うん、いや多分アホなだけ。いやいや、お二人に聞きたいんですけど、はい、このプロとアマとの違いっていうのは何やと思います。違い、そこはそれでご飯を食べてるか食べてないのかやと思いますけど、そこから生まれてくる意識の違いっていうところ、お店とかやってはったら、お店やってる人とアルバイトの違いみたいなぐらい僕は差があって、うん、はい、だからその一人でお店をやってたらうまくいかなかったらもう1年後あるかわからないっていうような状況でやってるのと同じぐらいの気持ちで、うん、だからダメだったらもうそのやる意味がないというか、うんうん、そういうような意識 で日々を過ごすようにして、僕の、まあ、水泳は一日一日で何か成果が出るものじゃないんで、うん、あの試合があってそこに成果を出すっていう仕事なんで、うん、だからもう日々の過ごし方っていうのは結構気は使ってるんで、やっぱでもしだそれはしんどいです。うん、楽しいですけどその部分っていうのはしんどいな。なるほど。どうですか、プロとアマの違い。僕もまあ表現が違うけど一緒なんかもしれないですけどね、あのプロはやっぱりちょっと背負ってるものが違うかなっていう、うん、その言うたら所属があるわけで、うん、その所属のまあネームを使うっていうことで、あの、まあ、ただ使うだけじゃなくて、うん、その所属先の顔になるわけで、うん、でまあ一社員というかそうなるわけで、うん、だからあのなんていうかな、そこに責任が、そうそう、責任とか覚悟とかね、うん、そういうのがいろいろ乗っかってくるから、はい、うん、なんか結果も残すことが仕事になったりとか、うんうんうん、
あまり良くない行動を取るということは自分だけじゃなくてその所属先にも迷惑がかかるとか、はい、やっぱそこじゃないかな。またちょっと本当に店行きたい。だから店に行ったバージョンもそれめっちゃ撮るね。これみつるがやってるのもね。あ、それはでもほんまにね、うん、あの次回だから今後また ねレアスバージョンで、うん、レアスバージョンで店行きたい、はい、もう店も全然。あ、そこカウンターあんで今やれってまあまあこんな感じで、はい、はい、とりあえずまたね、はい、はい、僕らのクボイスに、うん、またほんまに出てください。え、いいんですか。ラジオトーク撮ってもらったら、あのアプリダウンロードしてくれたら招待でゲストとして、ゲストとして、はい、ぜひ、あ、ぜひぜひ、そ、なんかよくわからないやつですよ。でもクボイスを聞いてる人たちからしたら、いやいや、もう分かるやん、これでもう俺ら取材してもらった、はい、はい、いやいや、うん、取材の感想とかも、ね、そう後でフィードバックもできますし、ぜひお願いします。何でもできます。ぜひ参加させてください。はい、楽しみです。ありがとうございました。いや、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。今から何をやるんですか。今からですね、パラスイマー久保選手の陸上トレーニングを、はい、陸上トレーニング、はい、始めていきたいと思います、はい、はい、よろしくお願いします。はい、行きます。せーの。1、2、3、4、5。まあちょっと腹筋、体幹部を使いながら、背骨をこうしっかりこう丸めたり伸ばしたりっていう動きも出しながらみたいな。へえ、はい、次ムービング腹筋。ムービング腹筋、はい、やっせーの。1、2、3、4、5、6、1、8、9、戻す、反対、せーの。映像用のモードに入ってるんです。映像モード。そうなんだ。撮影されてる時に水泳も早なる。そうなんや。これ何するんですか今。これね、スパイダーマンの映画が好きやから、スパイダーマンのマネを。すごい。体幹トレーニング。じゃゆっくり、3回。初めて見た映画のスパイダーマン。おはようございます。ありがとうございます。ゆっくり3回。同時、手足同時。ゆっくり。だからマジか。キュッとこう締めながら呼吸を止めずに手足を同時に動かしていくっていうのが難しい。だからおへその下でガッチャンコしてほしいねんけども、引くときはやっぱ手がこう早く先行してしまう。伸ばすときは足からこう伸びちゃったりと、それをこう同時に専門がバタフライやから、はい、あ、なるほどなるほど、そう、やっぱその辺の感覚って大事。
これ今結構聞いてますか？聞いてます。全然でも行き荒れてないですね。やっぱりさすがっすね。まあそんな 重たいのでやってないんで。重たいのではないですか？なんか今の適当にこう引っ張ってるだけじゃなくて、はい、実は先になんか肩甲骨を下ろしてから引っ張ってるんです。寄せてくる。そうなんや。これはあのバタフライで、うん、こうグッとこう手入れて、はいはいはい、伸びていくときのところ伸ばす。なるほど。だからバーやったら高いところのお酒取る感じ、ね、そんな筋力いらんわ。今日のメニューも基本的には、まあ、なんとなくは一緒なんですけど、はい、まあ日によって変えたりとか。変えたり。それは久保さんの方が変えるっていうか、お互いっていうか、あ、お互いに、うん、あの様子見ながらっていう感じですか？そうそう。なるほど。今週はちょっとまあ腕きついから足多めにしとこうかとか、はいはいはい、まあそんな感じ。大会に向けてもうこの週はこうしようとか、最後の週はもう調整に入るとか。そう、なんとなく大体もう大体というかほぼこの週は何やってとか、この週は何やってっていうのは大体もうその5月ぐらいに決まってる。あ、もう5月ぐらいには決めてやってるんですね。 5月までの分は。あ、5月までの分。なるほど。決まってて、まあ、基本はなんかその大体どれぐらいですか、3ヶ月に1回とか試合があるので、はい、それごとに次じゃあ3ヶ月どうやっていくかみたいな感じですね。なるほど。あっち向いたら顔を見せるから、ちょっと男前の顔を見せとかなあかん。嵐の大野くんを見せとかなあかん。やりにくなる。言われたらやりにくい。それほなちょっと入れてもらって。大野くん、大野くん似てるでしょ。似てる。僕からあんま言わない。ムロツヨシと大野くんを足して似てます。どんなのやね。でもムロツヨシとホクロついてる場所は反対やね。来週そういえばパーも当てるんで。あ、そうなんや。余計似てくる。似てきます。気持ち下に踏んでるぐらい。1 2 3。これやっぱトレーナーとしてはなんかこう注意点みたいなのあるんですか？注意点、久保さんをやるときに気をつけてること。あのね、また後でね話あるかもしれないですけど、 あのね、はい、やっぱ障害があるんでね、うん、だからやっぱりその本人の体の、まあ、状態とね、うん、その辺ちょっと聞きながら、うん、無理のないようにしてる感じで、うん、特にこう手足の末端の方がすごく入りにくいんで力を、うんうん、それをちょっと確認しながらできる範囲でやってる感じだね。そう、久保さんの方はあれですか、日々そういう体の変化っていうのはあるんですか？やっぱりあ、なんかその障害自体は日々変化があるわけではないはないです。だからやっぱ普通の人より入りにくいので、なんかまあできない種目があったり、本来普通の人がやってたらまあなんか例えば胸に効くところが違うところに効いちゃったりする時があるんで、なんかその目的である部分に効くように。なんかやり方を変えたりとかは してます、ね、結構気使ってやる、うんうん、で基本、まあ、あのその強く激しくはこうできないんやけども、その体的にだけども、水泳選手はそのこう突き出した時のこの衝撃の時のね、肩甲骨のこの何て言うかな、安定感を高めるのに、その強く殴って、うん、衝撃もらうのも結構大事だし、へでこのやっぱ突き出す動作って、うん、ここの脇下のこう筋肉を使うねんけども、うん、
それがやっぱこう水泳選手の前に伸ばしたりとか後ろこう押したりとかっていう時に使う筋肉、うん、はいはい1 2、はい3はい4はいはいよーはい1、2、3、次左から2、2、3、3、2、3、4、2、3、5、2、3、はい、せーの1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、20、OK。 これはもう神経系のトレーニングで、はい、まあ、筋肉に早く動かす刺激を入れている。なるほど。せーの1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、20、OK。 これは結構どこに効いてるとかいうのはあります。あ、胸ですか。まあ、なんか効いてるっていうよりかは、はい、もうとにかく早く動かすっていうところが、それなんか刺激を与えるみたいな感じで、速い刺激を体に入れて、はい、行きます。せーの1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、20、 OKオッケー、終了です。ありがとうございました。